やんけ、ブランド着てるやつもうグッドナイト。いや、そうそうですよ、本当に広くて浅いやつもうグッドナイトやないかい。そう、よくないな。よくないな、ね、よくないな。よくヨークシャテリアやったっけ。ヨークシャテリア、犬で行きます。じゃあ犬で。うわこの人、うわ、恐ろしいな。恐ろしいトレーナーが誕生してしまった。いっぱいいるから、いっぱいいる雑草とかですか、ちょっといっぱいいる。いや、やっぱりすごいトレーナーを放ってしまったね、荒良木博士は。いや、だから俺はヒカキンとセイキンのあの曲みたいな感じでこう成長してほしいの。あー、なるほどね。そう見つかってんじゃん、で。やばいやばいやば。怖い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 。行きましょう、じゃあ、ポケモン実況。いや、ちょっとトイレ行かして。乗り方が人と違うね、だいぶ。初めて会ったわ、その乗り方する人。ごきげんよう。どこで終わりましたっけ、前。ここなんか道路で、あー、うわ、ちょっとポケモンボールあるやんけ。そう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 、アイテムが落ちてる。なんか大体道路が変わったら出てくるポケモン多分変わるから。そうなんや、傷薬やったけど。お、よっしゃ、またかよ。すいませんでした。全然変わらんやんけ。全然変わらんかった。あれ、めちゃくちゃ嘘つくやん。あれ、もうマジか。ちょ、逃げよう。マジですか。逃げられへんの。レベル4やから高いな、結構。これ死ぬんちゃうんじゃん。めっちゃ強っ。めちゃくちゃ強いし、まあ睨みつけるでしょやっぱり。多分死にますよそれ、さっき。犬が あ、え、全員死んでる。いや、でも雑草が今レベル高い。おい、雑草 VS 雑草やぞ。わー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 、ポニーの声やん、しかも。噛みつくかな。噛みつく、きた。よっしゃ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 。お、ナイス。よっしゃ、きたきたきた。傷薬使いますか、雑草に。とりあえず、おお、そういうこと。前回確か買いましたよね、傷薬3つぐらい。しかも今ゲットしたから。おお、頭いいなお前。どこで？普通や。クソ普通や。これで、あの頭いい。多分瀕死のやつはもう死んでる設定やから。え？これ？うん。傷薬とかいう問題じゃないかも。ポケモンセンター行かな。え、そうなん？多分そう。え、もう。だから傷薬使われへんと思う。葬式とかそういうこと？いや、行きたいます、ちゃんと。ポケモンセンター行ったら。あそこなんでもありなんで。なんでもありなんすか。ただでなんでもありなんで、ほんとに。きっしょ。伝説のポケモンも全回復。犯罪とかじゃん、それ多分。その説も出てますよね。うわ、めっちゃ上がった。おぉ、すごい。おいおい、サチモスうっさいぞ。一緒に見てる、私のサチモスがクソうるさいぞ。なんか近寄ってきた。うわ、あ、やばいって、これ今、トカゲのエグ。え？おい、ちょっと待って、こいつ、ちょっと、きしゃきしゃきしゃ。ペッ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 。なんか、あ、なんだっけ、あの、めっちゃ舐めるの得意な芸人、あれ。イジリ？あれ、イジリ大西が。おかだ。イジリ大西とサチモスとは、なんかおんねん、そこに。イジリ岡田や。岡田か。大西ライオンと混ざっとる。いや、俺、ジミー大西と混ざってんねん、どっちかって。まあ睨みつけるからやるっていう。ゴー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 。よっしゃ。おい、これもらえんの、このポケモン。もらえないです、その人のポケモン。うわ、出た、その発言怖。いやいやいや、もらえるでしょ、でも普通。そう、めんこみたいな感じじゃないん、これ。やばいやばいやばい、愛してくださいポケモンを。そうなん、捕まって。はい、これ一回戻ってポケモンセンター行くのもありですけどね、ちょっと危ないから。あ、そうなんや。じゃあちょっと戻らせていただきます。はい。ちょっとどうなんかわかんない。でも次の街のポケモンセンター、まあまああかんか。え、ちょっと待って、え、戻ったらこれもう一回取らんとあかんの？
ごめん、そんな騙したな。そんな塩知らんかった。そんなん知らんかったもん、ちょっとごめんなさい。半沢直樹みたいな声でしょ。なんで様な、え、な、え、早っ、え、早っ、え、マジ道出て戻っただけやで俺。つき折々の一茶今の、どういうこと一茶の、それはどういう対応したいの、それは一茶の地声キモすぎやろ、じゃあすみませんってね。ええどっちが本物やろ今の。これ何より四角たち。これ何これ。ただいま準備中です。ただいま準備中です。あ、もうこれじゃあ準備中やる多分。ええ、申し訳ありませんがお客さんまだなんか始まりそう。ユニオンルームにありません。バトル始まりそう。いや入らん、始まらんかったけど、なんでこいつだけ、なんで俺の予想が的中させないようなこうプログラミングをさせてくれてんの。どうしたどうした。事故ってるな。ピアガリコがびっくりした。あのサチモスのあの青ジャージに殴られたんかと思った。あの、てか5人で全員でウェイヘイウェイホーウェイヘイウェイホーウェイホーって言われながら殴られ続けてた。いやいや、そのリンチ世界で一番嫌、そのリンチじゃない。もうこれ行くしかない。もしかしたらもうウルガモスとか出てくる。おっ、あー、いや、ウルガモスちゃうやん。どう見てもこれ俺知ってるで。ミネズミって言うねん。知ってんねん、初心者やけど。知ってんねや。これ俺ミジュマルとミネズミだけ知ってます今。いや、でもあのレベル上げってこういうゲームに不可欠ですから、倒しましょう。はい、体当たりでいいと思いますよ、ね、これあの今さ目の前にあのいい星が写ってる修学あの小学校の頃の集合写真あんねんけど、めちゃくちゃ変顔してるわ。ゴリゴリの変顔してるわ。いいね、般若っぽいわ。般若っぽい、般若みたいな変顔。いや、じゃあ全然いい星ちゃうやん。もっとなんかもう悪タイプのすごいポケモンにつけろよ、いい星。こんなにつけたらあかんやろ、般若。これ多分レベル上がりますよ。よっしゃ、おお、上がった、いい星上がった、レベルが。たたたた、お、水鉄砲覚えた。え、よっしゃ、やった。これどうなん。いや、属性タイプなんで今までノーマルばっかりやってる、体当たりとか、うん、属性は結構いいんじゃないですか、うん、ミネズミの噛みつくも悪タイプやけど、これ絶対取れんの。え、道としてアウトやんそれ。多分せ、いや、税金のない社会これ。俺税金のない社会アニメでこれ見たと、こういう状況。あれっすね、あのさっきのさ、ミネズミ禁止ぐらいの、うん、状態になったら捕まえてもいいかもね。なんか、あ、数多い方が良さそうじゃないこれ最初。そうか、体当たりって言って睨みつけてた俺。これワンチャン捕まえれるんじゃん。お、じゃあ分かんないけども、ヨーテリ2匹目いくかい。おら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 、たまっせーい。ええ何、なんか激アツ展開になるとこういう効果音なんの。来い、ゲゲ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 ゲ。うわうわうわ、どう、よくない、めっちゃいいやん。どこがやで、犬2めっちゃいいやん。やばい、2って読むからね、2って読むからね。怖い怖い、2なんや、しかも。え、ちょっと待って、これボケじゃなくてマジでよくない、犬と犬2って。いや、よくないです。いや、やめて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 。ヨーテリヨーテリ、僕のヨーテリ GO。 え、あ、そういうことね。あ、ちょっとほんまに自分、他人のものを自分のものと勘違いしてる。頭のおかしいやつかと思ったら、あ、よかったよかったよかった。え、じゃあちょっと犬と犬2で、あ、いい星出ちゃった。え、いやいや、変えるけど、死にかけのいい星が、うん、体当たり。ええ、あ、急所に当たった。多分状態以上より、うん、ずっと攻撃しといた方がいいかも、全体的に。わかった。え、なに、今バグったよな。え、え、どういうこと。え、いや、まあ、ほんまにバグってない。
大丈夫これ大丈夫です。わずです。俺が仕事バレた。任天堂にバレたねこれ。あーおー。あのよって体当たり強すぎるやろ。もうこの軍団えぐいえぐい。あーやばい。え？あー。たつつつてーたつつつつ。おおおお。これ。サチモスの新曲流ってるやんけ。これラストのこれどっちの方が素早いか勝負ですね。これ攻撃するしかないわ。水鉄砲水鉄砲これでいいんちゃう？水で速そう。お、ナイス！よし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 ！イエーイ！4対1で勝って嬉しいか。いろんなトレーナーがいろんなポケモンを送り出す。それを見るのって面白いな、お前。お前、俺をボロボロにしといて、そんな。サイコパス。サイコパスや。お、よっしゃ、マッチ来るんちゃう？おい、マッチャ。これもしここでもう一回決闘したら、どうする？いや、もうこいつ殴るでしょ。やばいやばい、え、あほんまに言うてる、やめてマジや、やめて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 マジや。えぇ、結構汚いねこいつやり方が。金星しかおらんねんこっちは。ボロボロの体力7。もうこれでもどうやっても勝てないでしょこれ。もう傷薬使うぐらいしかないですね勝ち方。お、強っ。はい、何でしたっけ。どういうことすいません。どういうこと？すいません、ちょっとなんかよし行くぞバージョンのステイチューンが流れちゃいました。え？行きましょう。ありえへんやろそれ。ミスってそれはありえへんやろ。意図してるやろ絶対それは。でも行くんちゃん。あ、ナイス。いい星無双。これあれちゃん、いい星、ああ。あ、でもこっちがタイプ有利。どういう意味それは。もうやっとこれ話せるんですけど、このポケモン勝負って相性があるんですよ、はい、水鉄砲いけ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 。これさ、すごいアニメーションやな。よっしゃ、効果抜群だーって出るんで、これうん、まあ、効果抜群でーってえ、ほんまに？ほんまにそういう声な。俺そう、ほんまにそう思って俺文字見るで、それ今度から今回別群でってなるで。向こうは効果抜群やから、そう思ってる。口を絵の形にして、あの発音してると俺は思うで、ずっと。いや、お前が仕掛けてきてんねんて、ボロボロの。やばどういう意図。めっちゃダサいやん、ベル終わりかけと思って。お、ポケモンセンター、シャムみたいなやつおるけど、まあまあ無視していこう。やっといける。やったー、回復だー。うわ、もう完全なスキンヘッドおるやん。もうお前、まあ、ああいう人でも、人間のなんかこう生きたいっていう願望が、まあ、髪の毛を生やすと思うねんけど、でちょっとでもこうさ、あるやん、ちょっと2ミリとか1ミリとか普通さ、はいはいはい、人間いるじゃないですか。これさ、四十の弱いしてそうなやつを、四十の弱いでこの決断できるのは相当の覚悟いるな。え、じゃあちょっと俺、あ、隣って言ったっけ、どっちの隣？え、左ちゃう？こういうことやんな。え？え？そういうことか。え、違う。これ何？え、知らん人の家もしかして？そうですね、人んちですねこれ。え？人んちに入ってで、こんないいリアクションしてくれんの？めっちゃロケとかしやすいな、ここの場所。多分そっち行けるよ。え？多分やけど。え？でも絶対違うな、ここちゃうやんな、多分。え？おぉ。ここちゃうやろ、多分。え？あ！こいつ？あたしたち、ここで修行してるの。ねえ、あなたも一緒にポケモン鍛えましょう。いや、もう！あ、そうか、もうボロボロじゃなかったか。そう。なんか、おてんば娘みたいな人がいる。こいつゲットしたいですね。え、こいつゲットってどういうこと？どういうことですか？いや、エリを捕まえたいですね。っていう。さあ、相手チョロ猫なんで。ポケモンってのは、やっぱりね、奥が深いね。うんうんうん。うんうん。
忘れんからな。ダックも痒くもないね。さっきの発言忘れんからな俺。言っとくけど、エリを捕まえたい。ガチで、もうそれあれ編集で15回は引き返すよ俺。しょうもない、しょうもない。クソ編集するよそういう。別にエリを捕まえたいでって。そんな、そんなの発言をそんな繰り返す15回。だからで、だからこそ。PP15。これもあかんの。それはよくわかるけど。これ、あ、これいいね。ちゃんと意味がわからんからそれは。っていうか。これあれなんですか、ピカチュウとかサトシとか出ないんですか。あ、それは出ないんですよ。そういうゲームやと思ってました、もしかして。いや、アニメであんなに何年間も出てるから、ちょっとはまあ出てくるかなって。びっくりするほど出ないですね。なんか噂とかでも聞かない。なんか2回コールしてるよなこいつ。いや、ずるいやろ。セコ何ミニスカートエリー、多分チーターやなこれ。うん、捕まえたろか。なんであかんねんこの発言が。この発言でなんであかんねん。まあ面白くないからですよね。あ、だから体当たりでいいんじゃないですか。あ、そういうことね。そう、使い分けていくっていう。それはもう相性が良かったらそっちの方がまあいいけどってことか。そう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 、ノーマルは一番中間。めんどくさこのゲーム。そう。何このゲーム。いや、逆にタイプなかったら全然おもんないよこのゲーム。マジで。そうなん。あ、レベル3上がってるやん犬。よかった。え、レベル4に上がった。めっちゃ上がった、めっちゃ上がった。そのまま100いけ、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 100いってくれ。それは頼む、おもんない。おもんないやろ、それはそれで。別に。やった。え、じゃあこれ勝ったってことはお持ち帰りってことですか、これ。そんなおもんないか、これ。今さ、なんか、なんか DS のなんかこう、コンピューターのなんか動きが遅くなったしないけど、BGM がちょっと。重くなった今のお持ち帰りでバンバンバーンになった今。え、これやんな多分ジムリーダー。いや、ジムリーダーじゃなわけないでしょ、こんなしょうもなそうな。サルキチって名前やろお前絶対。イエーイイエーイ。11上がった、よっしゃ。え、椅子遊び。あと、ちなみにそのキーあるじゃないですか、なんか、はい、それ多分ポケモンが居合切りっていう技を覚えたら切れるんですよ。切れる？そう。いや、この観察眼どうかしらやろ。このいや全部切れそうやし、そんな言い出したら鶴瓶の家族に乾杯でなんか使えてそうな街やな。知らん感じやこれ。そんなテレビ見てんの、そんな TV を。わーわーわーみたいななんか主題歌やね。なんか表現しにくいけど。いや、もう晩年の時に見たやつやん。で、晩年言うな、お母さんの好きな番組やねん。NHK の。いや、すみません、ね、晩年って言うな。いや、晩年に一回乳がんで死にかけてんねんって、やめなさい。よくないですね、よくないですね、すみませんでした。夏スクールってどこやねん。だからこのジムの隣の隣、左じゃない、だからこっちか。うん。え、俺バカみたいに何を戦ってたんや。誰と戦ってたんや。いや、いいんじゃない、レベル上がったから。そういうポジティブシンキングできるのね。あ、これ、うん、めっちゃスクールやん。お、後ろ姿チレンちゃん。え、どれ、これ、これ、そう、そいつ、そいつチレンやん。ポケモンが毒を受けると、お前なんかすれ違ったんじゃないか。ところ、うん、あ、うわ、潰そう。ちょっと水遊びちょっとやってみようかね。ほう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 、遊んでみようかね。いや、早いな、鶴の、え、鶴のたけしみたいな名前の。どい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 、え、あ、そういう技なんや。じゃあ全く意味なかったですね、全然やん。あ、俺が想像してたより、え、アイテム、うわ、オレンの実強、こんな強いんや。犬の物もらい、あ、物拾い。え、必ず当たる技、先に当たる技、いろいろあるよね。うざ、ね、CV 小四郎のチェレン。くそ、最近めっちゃ勝ちたい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 、いろいろあるよね。はぁ、あ、お、違う、それは多分違うねん、そのリアクションは絶対間違ってんねん。お、噛みつこぼれた、ナイス。
え、うんうん、ええ、またまたまた、ええ、ポケモンにドロドロドロ出てくるから大事だよ。あの歯抜けた女性 YouTuber みたいな歯抜け女性 YouTuber の真似せんといて。女性なんや。だからうちのポケモンの睾丸を殴らんといてください。いや、溝落ちとか目かもしれへんから。これメスやから、この犬。あ、そっか、ごめんなさい、なんかごめんなさい。犬つ弱、え、引くほど弱いやん。めっちゃいいやん、めっちゃいますやん。普通にびっくりした。いけいけいけって犬つ思ってたら、シュンってなんか全然減らへんやんと思ってて。よっしゃ、おー、やっぱ強い。雑草強いね。雑草結構最近のなんかこうさ、運気とかも、うん、来てるじゃん。絶対来てるよ。まあ、決まってるかどうかしないけど。ちょっと慣れちゃったな。え、結局会えずかよ。え、じゃあどこんのどこんの。あ、もうじゃあ入れ違いになったってことか。じゃあもう元手のね、うん、ジムリーダーは。そのおじさんめっちゃキーパーソンっぽくない？なんか。え、ちょっとじゃあ話しかける？このおじさんめっちゃキーパーソンっぽくない？いや、なんか西部劇で奥でお酒飲んでる役みたいな感じはするけど、別にキーパーソンって感じしないけどな。俺は全然ポケモンのことを愛しているから、もっとポケモンについて知りたい。そんな欲求を満たすためにこのトレーナーズスクールがある。黙ってほしいね。お、あ、あ、こいつあれじゃん。アニメで見たぞ、俺多分。ねえ、デントやん。では失礼しますね。逃げた逃げた逃げたわ、逃げたぞこいつ。あ、入っちゃった。持っていこう。どうも、自分はポケモンジムに挑戦するトレーナーをガイドする。え、ちょっとガイド、おー、え、おお、ガイド。ネーミングセンスはまあ2ぐらいやな多分これ。ジムに挑戦ありがとうございます。念にこれ差し上げますよ。え、ボサノバの名曲やん。ボサノバの名曲のタイトルやんけ。知らん。カルロス・ジョビンおるな、ここに。ブラジルの、ブラジル人おるな。絶対おもろい、そのツッコミ。知ってたら絶対おもろい。でも、ガイドやったっけ。あ、ガイド。説明してくれてる。あ、ちょっとやめて。俺のその面白くない一発逆の説明。これしかも多分知らんやろしな、これ多分。ごめん、しかも今、ガイド全然考えてなく、ガイドって言ってたから。それはもう、ギャグ戦が。縮られへん。気持ち悪かった、今。大ドゥって言ってた時の気持ちが。分かった。分かるでしょ、分かるでしょ、これ。分かった。なるほどね、おもろいやん。いや、おもんないわ。いじんな、その、1年ぐらい越しに、その、また別のいじり方でいじってきやな、しかもそれ。あの看板の前でいじるはまだいいわ。その、もう、このいじり方は許せんぞ。スイッチを踏めば先に進めるっす。え？え？この顔で高拡張なの？やば。どうなの？もう進んでいいんちゃうこれ。え？ピョンピョンってなってんけど。あ、多分カーテンに炎タイプが書いてるから、それに相性いいタイプのとこに足を進めると。じゃ、水ちゃん多分。お！ナイス学習。あ、なんかピョンピョンみたいな。こう音声流れてる。寄生獣みたいな鳴き声の。え、これクイズ大会してんの？クイズ大会です、これ。次。あ、行かれてる。行かれたベイビー。ようこそ、いらっしゃいませ、34ジムへ。勝負の基本を味わっていただきます。え？何その、うわ、削ってくるやん。ジムリーダーに行くまで、やば。女性かと思ったら男性やったし。うわぁ、残念です。ちょっと変えたい。ちょっと雑草で行かして。わお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 、なんかコーラスやん。ちょ今ちょっとさ、喉枯れてんけどさ、なんかにらみつけて体当たり。そう、思ったんですよ。レベル11でしょ、向こう、うん、で、こっちレベル7とか6とか8じゃないですか。レベル差が結構あるから、うん、多分いい星じゃないとダメよ、これ。オールいい星？うん。で、それか、多分やけど、もしかしたらもうちょっとレベルアップしなあかんかったかもしれん。なんか、雑草とか行って、雑草ちゃうわ、草むら行って。マジ？
そうで多分そこでチョロ猫とかも多分出るねほんまは。くそー欲しいって言ってたけど、ちょごめんなさいそれ言うの忘れてました。ただ正直いけると思ってたけどむずいねこのゲーム。こんなむずいと思ってなかった。なんかもっともなんかレベル上げとかせずにいけるんかと思ったら、へえ。ミネズミ、あうわうわギリで、これ次ダダッダダッ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 、これさっきのえですね、こう、えー、え違うん、水タイプに相性抜群だから水タイプに強いタイプやから、そうなんや、そう水タイプが炎タイプに強いからダメなんですよ。うわもうちょっと離れとこ離れとこ離れとこ、ええー、ゲームの力で左に行けへん、名医ゲームの力で名医謎のパパ三洋ジム自慢のトレーナーフルコース2人目は私でございます。まあ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 ナオンなんで。おお、はい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 、すごい嫌なリアクションするやん。これ買ったらってことですよね。行きましょう。すごい嫌なこと言ってる。おもんないこいつ。全然おもんない。何今の。これ、これ買ったらあるってことですよね。嫌やな。ミネズミも別に何タイプとかじゃないってこと？多分悪タイプが入ってたはず。悪タイプ？自然のなんか木とか水とかどういった？え？悪タイプ？エスパータイプとかありますよ。え？横文字使ってるやん。何それ？いやもうこんな使わへん絶対。どうせポケモンセンター行ったら、うわ。何それ？これ犬に行った方がいいかも。もらう。うん。ちょっとやから。うん、それはまあそうするけど、うん、え、いい帽子が我慢強その数ターン終わった後めっちゃ強い攻撃するっていうやつなんで、うわっこれあるんですよ。紙作って体当たりでいいんちゃう。これもしゃあない。あっおジレンマ入ったやん、ね、ジレンマも。レベリング、何これ、レベリングがやっぱ必要でしたね。これこの廃人やばいやろ。もう。イエーイ。まあ、そらそう。でも全然嬉しくない。まあ、全然嬉しくないやろ。これ嬉しい人いないでしょ逆に。まだいる。まあ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 、まあ、何これもう逃げる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 、もうこれ逃げていい？やば。逃げていいでしょ。多分逃げれないですねこれ。この戦いは。いや、全員さ、殺しちゃほんま。もう、軍団死亡よ、全員。これ、チョロネコってのは悪タイプなん？何タイプ？エスパーやったっけ？いや、知らんわ。え、サチモスに聞いたん？今。ちょ、サチモス？エスパーだったっけ、チョロネコ。ちょ、もう一回突っ込まして。サチモスじゃなくて、サチモスやね。どういうこと？どういうこと？サチ。え？5人全員を躍動してる。死ね。自分でマット作るな自分の。来た。え、このなんだっけ？もうこのあのベートーベンのなんか緑バージョンのなんかカサカサつく、もう何こいつ。名前知らんけど。え？おお出てきた。この2人組の YouTuber いるよね多分いますね。やってますね多分。え、うわ何におる。以後お見知りおきよ。3人揃っての回転者今。そして僕はですね草タイプのポケモンが大好きだ。デントと思ってます。え、この回転いらんて。このシンガポールのギャンブルのなんかやつみたいな。それ俺たち3人は相手が最初に選んだポケモンタイプに合わせて誰が使って、へえ、結構、いや多分弱い方に行ってくれてるんじゃない、さすがに。そうなんだよね。そしてあなたが最初に選んだパートナーは水タイプなんだよね。はい、というわけで草タイプのポケモンが好きな僕デッドがお相手します。しっかり。
何この間、多分もう動かせるんじゃない？え、帰れるやん。ここで帰ったら訴えられるわ。ほんま来た、ついに。やめてー、電灯、電灯ないか。なんか電灯くしょ、ナルシストみたいな。うーわー、もう手のひらがこっち向いてるで。普通こ自分側向けるやろ、この入っちゃったら多分。なんでこうあえて自分の手の甲を見せんねん。どういうことや、その心理は。もうそれ経済心理学的に分析してくれや、誰か。経済なんや、もうあそこから。よし、体当たり、2枚付け、ここでもう、堂々と死ぬ。堂々と死ぬ。てか、犬しかもう戦えんしな、普通に。こいつ合わせてくれたけど、俺犬しか。そう、全力で傷薬を使って耐久戦するかってことっすよね。あ、それやってみようぜ。そう。特攻曲がっとる。何それ、あの特別攻撃、通常攻撃って。あ、僕のポケモン。え、どういうこと、どういうこと、どういうこと。何もの入ってきた。キモい。実はそのやってることはまあ最新だっていう。よっしゃ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 。多分でも次攻撃来るから、うん、回復してね、うん、回復。ええ、こいつも回復すんの。こいつ思んないな、あまり。今の追加いる？いや強っ。こんな強かったっけ？いや俺が弱いだけやろ。おい、遠回しにそれ。え、88円払った。目の前が真っ暗だった。あれや、心理的な、ゲイビデオ的な感じじゃなくてもう心理的な話ね、これ。そう、心理的にも目見えんくなってもうた。疲れて動けなくなった瀕死のポケモンをかばいながら、抹茶は急いでポケモンセンターに戻る。感動。いや、めっちゃ泣ける。これで助からんかって。え、最初からなの、これ。 Oh no って。ホラゲーやん。俺ホラゲーってしかそれ見たことないわ。これじゃあ今回ここで終わりで。そうしましょう。そうですね。セーブどういうの。あ、ここ出へんとかのか。出たのにそれなってんの。多分中やろ、多分それ。いやー、結構でもまあポケモンやってるね。だいぶポケモンやってきましたね。最初なんかおもんなそうとか、うん、クソおもんないとかしょうもないとか、任天堂に殺害予告しようとか言ってたけど、だいぶポケモンしてるでしょ。ね、うん。あの柴田がやったみたいな感じ、岩田社長をこう憑依させる企画やるかとか。なんかいろいろやろうかなと尖ってたけどね。あと一の僕らは。そう、もうサチモス出演だけよ、今回の。そう尖ってた部分。すごい。まさかサチモスで出てくださるっていう。そこだけよ、ほんま俺らが通ったところ。そう、もうそれらがちゃんとのポケモン実況。ポケモンやってたんやから俺ら。一生ないよ、多分。まあでもまあ多分最終回にはまあ岩田社長憑依っていう展開もありだと思いますので。どういうポケモン実況やね。マジで。ちょっと最後、まとめ、最後ちょっと YouTuber っぽい感じで終わってよ。そうですね。うん。それじゃあ。あ、サチモスで終わって。サチモス。そうですね、そうですね。サチモスさん、じゃあちょっとあの青ジャージの、ちょっとごめんなさい、はい、名前知らないですけど。サチ出てくれる？そんなんちゃうやろ、絶対ちゃうわ。小林サチくらい、それ多分どちらかというと。じゃあいきます。はい、じゃあいきます。ここまで見てくれた人もぐんない。はい。